はい、どうも良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は前回の試合の後半ですね、ラガズ公式戦の初戦、後半戦をお届けいたします。はい、ピッチャーは前回の試合引き続き龍河が投げております。はい、これサードゴロ、いいですね、若さあふれるピッチングで。はい、これは綺麗に運ばれましたね。はい、ランナー2アウトから出塁を許してしまいます。はい、そしてこれも振り返ってますけれども、フォアボールとなってランナー1、2塁。はい、これもね、まあね、いいボールはいってるんですけど、フォアボールとなってしまいます。はい、そしてこれセンターの頭を越えていってしまう。これがエンタイトルツーベースかな、エンタイトルツーベースとなってしまいます。2点がね、これで、入ってしまいました。そしてピッチャーは本格左腕の碇くんとなります。さあ、ここでショートゴロ打たせたが、これ本当に珍しい、こんなの見たことないぐらい、ウリーさんがね、まさかの普段だったらめちゃくちゃ華麗な守備を見せてくるんですが、本当に珍しいミスで、同点となってしまいます。なおもピンチ。はい、ここね、難しいちょっと勝負でしたね。バッテリーエラーでランナー三塁となってしまいます。はい、ただこれ以上の失点は防ぐ。ナイス三振、いいですね。はい、追いつかれてしまったので、ここからまた引き離したい。ただこれ先頭が谷田、三振となってしまいます。ワンアウト。さあ、ここまでね、2打席出塁しております。また久保くんです。はい、これで上がったかなと思ったんですが、ちょっと上がりすぎちゃったかな。センターフライとなってツーアウト。さあ、バッターにはウリュウさん。はい、この打球全力ダッシュしたものの、そして上位にね、打線が回ったものの三者凡退となってしまいます。先ほどの回からリリーフの碇くんが引き続き登板。そしてセンター柴田さんのガッツフルナイスプレー、いいですね、華麗な守備。はい、そして次のバッター三振、力ありますね。はい、ツーアウトです。ナイスピッチ。はい、そしてこれもセンター難しいところだが、おー、ナイスキャッチ。ベテラン柴田さんの攻守でこの回無失点となります。やっぱベテランが動けてるとね、チームも盛り上がりますよね。さあ、打順もいいよ。はい、谷中、この日3つ目のスリー、3つ目なんだですね。固め打ちの猛打賞、ナイスバッティングです。はい、翔平をね、2本打ってます。さあ、いけるか。ここで谷中がスタート。はい、そして通り成功、ナイスラン。これチャンスですよ、美味しいですよ、ここで打ったら翔平さん。ただこれが泳がされてしまい、めちゃくちゃ高く上がってレフトフライとなってしまいます。ちょっと上がりすぎちゃいましたね。まあでもね、まだチャンスですからね。ワンアウトランナー二塁。さあ、バッターにはユッキーさん、いい当たり、先ほどねセンターライナーのいい当たりでしたから、これがちょっと詰まらされたが、ランナー進塁はできました。はい、ショートゴロとなるもランナー三塁となります。さあ、柴田さん守備でいいプレー出てますからね。ここで一発打つことができるか。はい、そしてここで疑惑のプレーですね、これちょっと。はい、ここでラガーズ側よりプレートを外していないと抗議をしております。はい、そしてこれ、はい、ボーク認められました。伊藤もね、三塁、ミドルピッチャーの三塁リトってダメですからね、ボーク認められて、思わぬ形ですが勝ち越してしまうことができました。さあ、柴さん、ここから作れるか。さあ、これが泳がされてしまい、サードゴロとなってしまいます。まあでもね、この回1点勝ち越すことができました。さあ、このままリードを守れるか。うおー、超反応でピッチャーライナーに、いかにもナイスキャッチ、すごい反射神経、いや、かっけー。はい、そしてワンアウト、追い込んでますよ。はい、これ変化球で三振、久保君よく止めましたね。これ左ピッチャーの変化球って止めるのめちゃくちゃ難しいんですけどね。さすがです。さあ、ツーアウトですよ。はい、
これもフラフラと上がった打球、ファールゾーンで翔平が掴んで、スリーアウト、投球で、三者凡退です。ナイスピッチ。さあ、もうちょっと点欲しいですね。キャプテン神田さん、頼みますよ。ただこれが、入ってくる。ちょっともったいなかったですね。多分カットしに行ったんでしょうけど。はい。規則打球で入ってしまって、ワンアウト。さあ、ヒロトもね、ちょっと、いいところがないので、なんとか見せてほしいところだが、これ変化球に手を出してしまい、はい、踏み込みにならず三振となって2アウト。ちょっとね、3人で終わるのはあまりよろしくない場面ではあるので、なんとか出しておきたいところ。はい、これだけ面白いか、面白いぞ。ただショートがうまかった。下位打線からチャンス作れず三者凡退となってしまいます。はい、これ、入ってないですね。フォアボールとなってしまい、ノーアウトでランナーを出塁を許してしまいます。さあ、でもなんとかね、まだね、ランナー1塁ですから。はい、ここすごいですね、これスライダー、ナイスピッチ。ワンアウトです。もう脱三振マシンですね。はい、そしてこれ送りバントとなって、もうね、ワンアウト奪いましたね。2アウトです、これで。はい、そしてこの打球、バウンド変わったか、翔平さんが弾いてしまい、そして焦ったかな、ボールがそれてボールデッドとなってしまいます。はい、そしてこれでね、それぞれランナーが進塁となって、これで同点となってしまいます。翔平さんらしくないっちゃらしくないですね。これでね、まあこの後大事なんですが、これが左中間へ落ちてしまいます。はい、これで勝ち越しをね、終盤に本当に痛い、勝ち越しを与えてしまいました。さあね、でもまだね、次の回残ってますからね。で、この打球、超スピンフライをキャッチャー、ここナイスキャッチです。はい、ね、1点勝ち越されてしまいましたが、まだ終わっておりません。最終回の攻撃、お、はい、ここにデッドボールかな、デッドボールとなり出塁となります。さあ、ブリューさん、はい、ここでランナースタート。はい、盗塁成功。これブリューさんのバット引き、めちゃくちゃ間近で引いてましたね。はい、そしてお次の球、これナイスバント。ワンアウトランナー三塁で中軸3番4番へと、ただこれ、はい、三振となってしまいます。ツーアウト。さあ、絶対絶命の場面、今日2安打の翔平が打席へ。はい、よく見ていく。見えてますね。はい、なんとか決めてほしいところ。さあ、2ストライクワンボールと追い込まれております。ここでね、1本どうにか出してね、あの、その後の勝ち越し延長へと持っていきたいところ。さあ、どうなる。ただこれがね、外のまっすぐを三振で万事休止となってしまいます。はい、これにて試合終了です。逆転負けのダメージの大きい敗戦でした。切り替えて次の試合もね、どんどん続けますので頑張っていこうと思います。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー、いけいけいけ、そう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 、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。